くりマリサだぜ。今回はこの、ヨッシーランランチャンネルが、初めて動画を投稿してから1年となる日の記念の動画が完成するまでの過程を説明するよ。誰も望んでないんだぜ。まあ実を言うと、うぷ主が、ゆっくりのテストの動画を作りたかっただけなんだけどね。ということで今回も、ゆっくりしていってね。今回は私霊夢が解説するよ。私もどんな感じでこの動画が作られたのか気になるんだぜ。まず、オープニングを入れます。このクラシックは、結婚行進曲という曲だそうよ。そしてシリコさんとシリオさんの声を作ってそれを挿入するよ。その次は私たちの声だな。私たちの声は、前々回の動画から、ゆっくりムービーメーカーという編集ソフトで作っているわよ。その前までは違うソフトで作っていたのか？その前までは、スマホのアプリで作っていたわ。実際に現在でも、ゆっくりムービーメーカーでヨウムの声を作ることはできないので、スマホのアプリで作ったものを挿入しているわよ。なるほどなんだぜ。あとはエンディングを作って、オープニングと初めの挨拶本編エンディングを組み合わせたら、この動画の完成よ。ようやく完成なんだぜ。もしこの動画がいいなと感じてくれたら、高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくね。ぜひ他の動画も見てくれなんだぜ。ということで、ご視聴ありがとうございました。